皆さんこんばんは。本日も文化画チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はここに書いてある通りリス仕様とプエブロレザーの違いについてお話ししていきたいと思います。よければ最後までご視聴ください。先日 YouTube のコメント欄にてリス仕様とプエブロの違いについてご質問をいただきました。その際に個別回答はしているんですけれども、同じようにリス仕様とプエブロの違いについて気になるっていう方は多いのかなと思いましたので、今回別で動画を撮ることにしました。私が持っているプロッターの中でリス仕様とプエブロのレザーをそれぞれ用意してみました。プエブロがこの2つ、そしてリス仕様がこの3つです。なんとなくこうリス仕様プエブロと並べた時に革の雰囲気が違うっていうのはお分かりいただけるかなと思います。どちらもプロッターから出ている商品なんですけれども、革の色とか、あとはこのバックプレートの色味の違いとかサイズの展開などは公式のサイトを見てご確認いただければと思います。今日は本当にこの革そのものについてのお話をしようと思います。リス仕様もプエブロもどちらもバケッタ製法で作られたオイルレザーで、バトラッシカルラ社というところのレザーになります。そしてどちらも革の部位的には牛革のショルダー、肩の部分を使ったレザーです。さらに細かく言うとステアという生後2年以上のオス牛で、さらに生後3から6ヶ月ぐらいの間で去勢された牛の皮を使ったレザーになります。肩の部分の皮を使うことで虎模様とかがとても多く出やすくなるそうです。黒は分かりにくいんですけれども、私が持っているこのリス仕様のワインとかもこうちょっと斜めにこう線が入ってますよね。そしてプエブロも同じくここら辺とかにさーっと線が入ってるの分かりますかね。これが虎模様です。ブラックはそういう虎模様とかが目立ちにくいんですけれども、他の色の場合はそもそも模様があるなしとか模様の出方とかいろいろと個体差が多いので、同じ色の同じサイズのレザーバインダーだとしても全く別物です。なのでいろんなお店とかに行って自分の気に入ったものを選ぶっていうのがとても楽しい商品です。今のところプエブロとリス仕様の共通点をお話ししたんですけれども、どんなところに違いがあるのかというと、主に経年変化の違いです。各同じグリーンがあるのでちょっとグリーンで比較するんですけれども、左がリス仕様、右がプエブロです。こちらは去年の9月に購入したレザーバインダーです。こちらは去年の12月に購入したマウスパッドです。リス仕様はもう見てわかる通りマットですべすべサラサラの状態の革です。これが経年変化するとどうなるかというと、だんだん色が濃くなってツヤツヤになっていきます。一方プエブロはリス仕様と比較した時に粉を吹いているような白っぽくなっているような感じがわかるかなと思います。これはどういうことかというと、プエブロって革の表面にたわしのようなものを当てて、あえて革の表面を起毛させています。なのでポワポワポワっと白いところとかがその起毛したものなんですね。これは去年の9月から使っちゃってるのでだいぶ起毛が寝てしまったんですけれども、購入したての時はもっと起毛させているので、購入当時はすごくザラザラとした触り心地です。このプエブロのレザーの開封動画上げているので、購入当時の様子とかはそちらを見ていただいた方が分かりやすいと思います。そして使っていくうちにだんだんその起毛しているザラザラ感がなくなってきます。皮がこう寝てきて落ち着いてきます。それに合わせてちょっと粉を吹いてるような白っぽさも薄れてきます。私も革の専門家ではないので、リス仕様とプエブロの違いについてどのようにお伝えすればいいかいろいろ悩みまして、ちょっと調べてみたんですけど、プエブロのこの革の表面のザラザラ感、毛羽立ちの表現として和紙のような手触りとか繊細な色ムラとかっていう表現をされている方がいて、あ、この表現素敵だなと思いました。本当に和紙のような感じでもあるんですよね。
プエブロが経年変化するとどのようになるかというと、やっぱりこの肝のボソボソ感が取れて、こうスムーズなツルツルになってきます。そしてさらに色も濃くなってツヤツヤに変化してくる。リス塩と同じようにこうスムーズなレザーになってツヤが上がる。そして色が濃くなっていきます。このザラザラが取れてツルツルになるっていう点がまず大きな違いですよね。さらにプエブロはとても経年変化の早い革です。私も去年の9月に購入してまだ6ヶ月ぐらい、半年ぐらいしか経たないんですけれども、一気にこの肝のザラザラ感が薄れてきましたし、ここですよね、明らかに他とは色が変わってきました。さらに最近はここ内側の上部の部分は皮の色がちょっと茶色っぽい錆びてるような感じの褐色したような色合いに変わってきました。こちらも同じです。わずか半年でこれぐらい変化が起きています。一方リス塩はというと、こちらは去年の3月に購入したリス塩です。こちらも開封動画を上げているので詳しくはそちらを見ていただきたいんですけれども、めちゃくちゃ大きな変化があったかと言われたら特段ないんですよね。せめてこの指で押した爪痕のような傷がところどころにこう感じでちょこっと傷がついたっていうのと、あとまあツヤ感がちょっと上がったかなっていう風に感じる程度です。触り心地とか色の変化は今のところ感じていません。まあ、黒だから分かりにくいっていうのもあると思います。これがリス塩のグリーン、プエブロのグリーン、そしてリス塩のブラック、プエブロのブラック、これだけ違いがあります。このペンシースはつい最近入手したものなんですけれども、比較的肝部分が少なくてしっとりとした触り心地の革です。それでもやっぱりリス仕様のブラックと並べると結構違いがありますよね。これがだんだんこういう風になってきてツヤ感が上がってくるんじゃないかなと思います。私もまだまだポエブロでこれから先の変化になったものを持っていないので、ここまでしかお伝えすることができません。また今後動画で出てくると思うので、一緒に変化を楽しんでもらえたらなと思います。いつも通りグダグダと喋ってしまったんですけれども、リス塩は皮の表面がスムースなので傷がつくと目立ちやすいんですよね。こういう傷のへこみみたいなものとかがダイレクトに出てきてしまうんですけど、プエブロは起毛させているのでムラっ気のある皮なので比較的傷が目立ちにくいです。今のところ大きなそういう傷として認識しているような感じのものが特段ない状況です。1番目2番目3番目の順番で入手していて、一番使用頻度が高いのはこのリス塩なんですけれども、この2つに関してはところどころやっぱり傷とかがついているのを感じているんですね。ですがこのプエブロに関してはほとんど傷がない状態です。こんな感じが私からのリス塩とプエブロの違いについてのお話になります。なのでこれからプロッターのレザーバインダー購入する予定でリス塩とプエブロで悩んでいるよっていう方は、それぞれのラインナップから出てる色の好みとかももちろんありますけど、革の変化の違いとかで選ぶとすれば、経年変化の速さを求めるのであればプエブロをおすすめしますし、傷のつきにくさもプエブロかなと思います。ただプロッターのレザーバインダーに関して言えば、リス塩とプエブロシリーズだと革の厚みが多分違くて、プエブロの方が若干重いです。なので軽さを重視したいのであればリス塩の方がいいかもしれません。それからプエブロはどうしても購入当時はザラザラとした触り心地があります。この触り心地がもしかしたら苦手な方も
いらっしゃるのかなと思います。革ってスムースなものとかこうツルツルしたものみたいなイメージが強かったりすると、ちょっとこの触り心地に違和感を感じる可能性はありますね。なのでこの起毛した触り心地がどうしても苦手だよという方にはミス使用がいいのかなと思います。こんな感じで伝わりましたでしょうか。また何か気になる点とかがあればぜひコメント欄などで教えていただければと思います。素人ながらのミス使用とプエボロの違いについてお話しさせていただきました。今日はこの辺で終わります。また何か不明な点とかありましたらぜひコメント欄や質問箱で教えていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。